トカチキカツオのトカチャンナラ、はい、ボクシング界がね今本当に面白くなってきてますね。まあ井上チャンピオンのおかげもあるし、まあ井岡チャンピオンが4階級制覇したっていうね、それも励みになってると思いますけども、まあ他のチャンピオンもね今面白いです。検証チャンピオンね、中谷チャンピオン、そして、キックボクシングのね無敗制覇で上がってきた、転向してきた那須川天心選手ね、この3人が今注目されているこの3人が同じ興行に出るということで9月18日やるんですね。これね、これは最高ですよね。まあ井上チャンピオンは一人でねたくさん、お客さん入れると思いますけども、この3人だったらその井上チャンピオン並みの興行ができるんじゃないですかね。まあ会見でいくとトリプル世界戦みたいな感じですよね。ケンシロウチャンピオンの防衛戦、中谷チャンピオンの防衛戦、そして天使を那須川選手の防衛戦みたいなね、いやまだチャンピオンじゃないですけども、これからあの世界タイトルはやっていきますけど、まだ8回戦ですから、この8回戦に勝っていけば、まあ、そこから2、3戦で世界っていうことは考えられますよね。この3人の相手を軽くチェックしてみましょう。ケンシロウチャンピオンがですね、防衛戦で今度の対戦相手は、ブドラーというね元世界チャンピオン、元2階級の世界チャンピオンだったんですね。ヘッキー・ブドラー、南アフリカですね。まあまあもう試合見ましたけど結構強いけど、やはりスピードからいくと、ケンシロウチャンピオンの方がかなり上なんで、まあ結構カウンターも取れるし結構ボディが弱そうなんですよね。ケンシロウチャンピオンはこのボディがうまいんで結構ボディで、チャンスをつかんで、まあストレートでも倒せるかなって、ワンツーで倒せるかなっていう感じはしますね。ケンシロウチャンピオンはね最近ドラマチックな試合がね多くてね、矢吹選手と、やった試合もリベンジの試合ね、京口選手とのねあの激闘、そしてオラスクワガね、あれいい試合でしたね。あれはもう本当に具志堅さんが言ってましたけど、この10年で一番最高の試合だったって言ってましたから、10年の間に相当なね、数の試合がありますから、その中で一番って言ってましたよ。確かにいい試合だったね、相手も良かったからものすごいいい試合になりましたね。まあそれをまたクリアして、防衛したという検証チャンピオンも本当に素晴らしかった。最近すごい練習してるみたいですね。まあそうでなければスタミナもできないから、スタミナなかったらオラスクワにやれてましたよ。そういう意味では本当に最近いい、ね、挑戦者とバタバタやってますよね。元世界チャンピオンとか、ね、全チャンピオンたちとやって勝ってきてるわけですから素晴らしいですね。そしてまあもともとね才能はあったんですけど、そこまで練習してなかった。でも最近ガンガンでやるようになっていい試合もねするようになったということで、そして、そうやって人気もどんどんね上がってきて知名度もどんどん上がってますから、これはお客さんもいや検証の試合を見ようっていう感じにはなってきてると思いますね。そして、次世代のね、次世代と言ったらまあ必要なのが失礼か分かりませんけど、最近はねモンスターネクストモンスターって言われてましたけど、もう最近はモンスターって言われてますからね、井上チャンピオンと並ぶような言われ方をしてます。最近そのいい、ね、挑戦者をバタバタ倒してますからね、そういう意味では本当にモンスターになってきてると。この間の KO 審もね本当にフェイントをかけてスコーンっていう、あれは見事でしたね。そういう意味ではもうテクニックもあり、ハードパンチもあり、接近戦で戦う勇気もありということで、かなりいい選手ですね、面白い選手ですね。これからどんどん人気が出てくると思いますよね。だから今回のこの試合でまた、知名度と人気がずっと上がると思いますよね。そして対戦相手が、あのボクシング王国のメキシコ人、メキシコですね、同級世界9位アルジコルテスっていうメキシコ人ですね。メキシコ人はね結構ガンガン来ますからね、スタミナって結構あの打たれ強さもあってね、ガン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 来る、まあ結構 やりにくいですよ。あでも前にもメキシコ人の選手倒してますね、確かね、アコスタだったかな、うん、そういう意味ではまあまあまああんまりもう世界戦も彼は海外でね、
合宿してたんで、世界のそんなリズムの違いはないと思いますね。慣れてると思います。これもスコーンと倒したらまた人気が上がってきますね、うん、そしてまたこの試合が面白い天心ね、天心選手、キックボクサーのね、あの無敗の天心チャンピオンが、デビュー戦ね、圧倒的な大差で日本のトップランカーに勝ちました。そして、まあ倒してほしかったっていうね、人も多いですけど、まあ次からいけるんじゃないですか。いろんな勉強しながら上がってきてると思うんで、スタミナも勉強したかった、な長いラウンドも経験してみたかったっていうのもあったでしょう。まあ次からまた楽しみですね。この相手が結構強いんですよね、2戦目の相手が結構強いですよ。9戦9勝7KO、 負けてないんですから。負けてない、それもメキシコ人、メキシコ選手、ボクシング王国のね選手ですよ。名前がファン・フローレスね、結構これ9戦9勝7 KO、 いや結構強いですよ。この選手の経歴はすごいんですよね。井上チャンピオンが昔アマチュア時代に負けてるその選手とやって勝ってるんですよね。まあ三段論法は通用しないけど、まあその井上チャンピオンがやられた相手を やっつけてるっていうんだから、いやこれは結構強いですよ。だってプロで9戦9勝負けてないうちの 7KO ですから、まあ、それを天心選手が相手にするということで、まあ、この選手は次回ねしっかりと映像チェックして、皆様にお伝えしたいと思います。まあ、天心、ね、選手はこの日本人の中から、ね、戦いやすいリズムの同じ国の選手を選んで上がっていくのかなと思ったら、ね、メキシコという、ね、ボクシング王国の選手を呼んで無敗のハードパンチャーを呼ぶっていうのは、これはまあ相当帝拳さんも自信があるんですね。伸びてるということですよね。弱い相手ばっかり選んでるんじゃないかって言われるのは嫌で、結構強い選手を選んで、天心選手にぶつけてるという。まあ確かにね、もう世界とってもおかしくないと言われてる選手ですから、何勝何敗っていうよりは全戦全勝ね、で KO 率も7割以上の選手っていうのがまあ見合った選手ですよね。天心選手も世界を狙うっていう、ここは本当4、5戦目で世界もいけるんじゃないかと言われてますから、2戦目で9戦9勝 7KO の強い選手もぶっ倒してくれると思いますよ。まあもしかしたらもう日本人とはやらないかもしれませんね。まあその方が世界に近いっていうイメージでも、その世界チャンピオンのその国のリズム、要するに同じ国とやるのか、その国に近い選手、国と、その選手、その選手たちの国に近い県内の選手で、やるのかっていう、まあ、そんな感じだと思いますよね。おそらく日本人とはもうやらないかもしれませんよね。まあ、相当いいのが出てくれば、ライバル意識というか、まあ、名前を挙げるためにやるかもしれませんけども、もしかしたら計画的にはもう世界の強豪とやって世界を取るというラインに乗るんじゃないかなと思いますね。この興行は面白いですね。これは絶対見たいですよね。皆さんボクシングで盛り上がって、暑い夏も秋も冬も過ごしてください。